掘ってみたんです。あれだけ土だね、ザラザラでね、乾いててね、この中にミミズなんか売れっこない、そういう土でしたね。で、こうやって、こういうところにね、大ミミズがいてどういうことなんだ、びっくりしましたね。それで、翌日ね、お口に行くためにホテルを出て、とことことことか歩いていきました。そしたらこう道があってね、で家がポン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 ってあるんです。そこを歩いていったんです。そしたらね、大きな看板が出てるんですよ。Minhokaって書いてある。え？Minhokaいるの？つってね、Minhokaってね、ポルトガル語でミミズのことなんです。だからミミズ売ってるんですよ。ほんでやで。で、行ってね。そして、ミミズって書いてあると、お前さん、ミミズ売ってんのって言ってきたんです。あるよ。へぇーミミズ何に使うの決まってんじゃないか、ミミズっていうのは。あ、ミミズで釣りすんのへえーとびっくりしましたね、僕は。大ミミズね、釣りの餌にしてるんですよ。僕はね、大ミミズでね、魚釣るの夢の一つでしたね。あの大ミミズを貼り付けるとバーンと投げるでしょ。そのね、さぞ大きなのがバーンと来るんじゃないかと思ってね。で、ミルク売ってんの。おう、あるよ。見せてくれる？だからね、いいよ。買うから、買うから。そしたらね、こんな大きな猿取り出して、どんどん、この中入ってる。初めて見る大ミミズですよ。中覗いてない。したんですよ。こんなんですよ。ミミズですよ。胴体ですよ。これが、ふにゃ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 。ヘビじゃない、これ。ね。実は、コブラって言ってね、ヘビじゃないかって言ったんですけど、ミミズだって。そうだね。すごいなぁ、ちょっとこう触りました。触った感じがね、日本で釣りに使ってたミミズと違うんですね、感触が。おかしいな。ザラッとしてるんですよ。おかしいな、おかしいな、おかしいな。で、こうやって見たんですね。そしたら、こう、ブルブル巻いてるのからね、ふっとなんか出てるんですよ。お尻でしたね。ミミズのお尻が出てるんですよ。それがスルスルスルと伸びてね、向こうでちょっと、あ、え？うんこしてやはぁ、そうだね。ミミズもうんこすりますよね。口から土を食ってね、それをぐーっと来てね、うんこします。その、ほーってそれを取り、取りました。へぇーって。匂いがしないです。食べたんすか僕はね、この猿、泣きました。涙が溢れるんですよ。感激の極めでしたね。それはね、ちょうどパティシエが、ケーキ作りますね。それをね、取って舐めたら、同じだったんですよ。あの荒れた土の中に住む魅力感のね、お尻にかかれたのはね、あのね、フランス料理の最高のパティシエが作ったあのケーキの元なんですよ。うっ、滑らかで、もうしっとりしてて、ね、言うことない、何かね、素敵なものなんですよ。もう、
食わなかったよ。でも、お前、すごいなーって、びっくりしたもんです。これはね、これがね、これこそがね、人間の文明をね、手助けしたもんなんですね。あの、滑らかでね、土の質を変えてるんですよ。